心が折れる。では早速。何見てんだよ。何見てんだよ。なんでラジオで向かい合ってラジオして目を見ちゃいけないの。どんな禁止令だよ。さあ、普通歌に行けますかね。お願いします。行きますよ。心を保って。本当にね。ちょっと上げていくわ。はい、はい、深呼吸して。はい、吸って、吐いて、よし、行こう。ラジオネーム、アンジャさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。三沢さん、西さん、お疲れ様です。お疲れ様です。先日、三沢さんのなかなか更新されないブログ、キラキラサチカのアーカイブを徘徊していたところ、気になる画像を見つけたので、ご報告したいと思います。それは2012年1月11日付ブログの画像です。うん、で、細かいね。うん。なんか、出た。あ、これなんだこれ。若いミサオさん。ほう。なんだいなんだい。なんだなんだ。え、嫁にすると必ず暴走する女と書かれた雑誌を手にドヤ顔のミサオさん。なんとも素敵ではありませんか。さて、三沢さん、嫁に迎えるとどんな素晴らしいことが起こるのでしょうか。だって違う、これにね出たわけじゃなくって、あのね、スパっていう雑誌に、うん、あの出させていただいたんですけど、その出させていただいたのは別にこうグラビアやったとかそういうのではなくって、うんうん、あの2012年ブレイク必死の30人絶好調宣言っていうね、あののがありまして、なんかグラビアアイドル界でブレイクしそうな30人とか、うん、芸人のさんの中でブレイクしたの30人とかあって、その中で、うん、あの声優ブレイク必至30人みたいなのがあって、なんかそんなのなかなかさ、こういう一般雑誌で声優さんを30人も紹介するのないじゃない。確かに。で、そこの中にミサさんが入れていただいていて、はいはい、なかなかスパに乗れないぞと思ったから。そう、お父さんとか買う雑誌だから、あ、多分そっか、なんかないなと思って自分で頑張って買ってきて、おーおー、それをブログに載せました。あららら、名前載ってるよみたいな。嬉しくって、そうそうそう。ブログブレイクするだって言ってる。世間が求めてる。なんで片言なの。言えないじゃん、そんなこと。でもそこの雑誌のね、見出しに、嫁にすると必ず暴走する女の共通点っていうのがありましてね。うんうんうん、横にはね、浮気、飯まず、引きこもり、体型激変、加齢臭って感じ。待って待って、なんか、すごい言葉がいっぱい。そんなのさ、夫にしてもさ、反対じゃん。夫にすると暴走する人はさ、する人でさ、浮気でご飯が美味しくないとか言い出すでしょ。引きこもったりするじゃん。体型がさ、こうビールっ腹になってきちゃうとかさ、加齢臭がする夫とかありえるじゃん。こうやってね、女男言うけれどもね、結婚したら大体ね、大体ね、あの子だんだん緩んできちゃうわけですよ。雑誌にダメ出ししとる。大体緩んできちゃうわけですよね。作家さん、新婚さんですけれども。あ、そうだ、新婚さん。大丈夫、大丈夫。あと数年したら全部緩くなっていっちゃう。今決めたね、楽しいね、決め事とかね、もうそういうのね、うぜえみたいになってくるから、だんだん。そうそうそう。ジェクシーが重いからってちょっと喧嘩したりとか、ね。そんなの、今のだけ、今だけ、育児雑誌とかがね、そうそう、なんでおむつ買ってきてくれなかったの？独身でしょ？頼んだでしょみたいな。独身ですけど。なるなる。はいはい、ね。いとこ夫婦とかね、うちの両親見てて思いました。だんだん緩くなってっちゃうんだよな、みたいな。はい。まだ不相当ありますよ。はい、あ、待って、青の、なんて読むんですかこれ。青の、反転、これ反転ってこういうもんだ。青の反転さんからいただきました。あったかそうですね。第12回拝聴しました。西さんは、須崎さんはおバカさんで、自分はしっかりしてやるとおっしゃっていましたが、違います。はい、え、須崎西は、関係者の方から、全裸でノーガードの殴り合いと言われるほどめちゃくちゃです。チアリングパーティーの時よりも西さんはご乱心です。女性声優同士のラジオとは思えないほど、下ネタなどが満載です。三沢さん、騙されないでください。タレコミ来たぜ。タレコミ、いやいやいや、この人はまた何を言ってんだかですよ。何ですか。え、このラジオで嘘つくんですか。すか。ああ、そういう人だと思ってなかった。すぐダメ。キラキラしている。そんな人じゃないと思ってた。大人ってそうやって嘘つくの。違う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 。あのさ、でも違うんだよ。なんだい。あのほら、やっぱりさ、このラジオラジオで、そのラジオラジオのワールドがあるわけじゃないですか。はいはい。で、あの嫁、これは私とサチカだと、サチカの方が年下だけど、サチカの方がしっかりしてんだよね、うん、人間的に。そうかな。そう。で、そう、サカさんも。こんな病んでるけどね。はい、で、あの、須崎西だと、うん、あの、あやっぺが、一個上かなんかなんだけど、うん、でも、あやっぺの方がアホなの。あやっぺの方がアホなの。二回言う。そう、だから私はちゃんと、そこしっかりしてんだよ。ちゃんと回してんだよ。ほんとに？回せてるの？あやっぺ、こう手のひらで転がしてんだよ。ほんと転がされてんじゃないそれね。転がしてんだよ。くる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 。くる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 してんだよ。ほんと？そうそうそう。そんなさ、うん、女性声優さん
のラジオってさ、うん、今日パンケーキ食べに行ったのキャーとかじゃないの？違うの、ね、いやいや待って、このラジオでもそんな話してないで、うちらはさちょっとさ特殊じゃない。あ、他の方あんまり聞いてないけど、なんかソロのラジオとか結構聞くんだけど、その人っていうのはなんかこう女性声優同士のラジオってあんまり聞いたことないから、多分私こうテンプレにハマれないんだと思うんだ。このラジオとかも、そっかそっか、だって女性声優同士のラジオとは思えないほどの下ネタって書いてあるよ。うん、なんかね、あの多分ね中学生とかが友達同士で喋って、うん、なんか、うん、うんこ、うんこ、あ、うんこ言っていいんだな、うんこ、うんこって書いてゲラゲラゲラみたいな、そういう感じ。小学生じゃん。そんな、私そんな言葉で笑ったことほぼないよ。え、そう、さちくん、うんこ、うんこ。あれ、バカされてる。バカにされてる。さちくん。まあ、私あんまり下ネタが好きじゃないので。そうだよね。そうなんだよね。そういう匂いがしてたから、まあ、さちくんの前ではあえて言わなかった。言ってもいいけどね。あの、言葉を、あの、結構、オブラートに包んでくればいい。あ、わかった。じゃあ、排泄物って言えばいいんだ。黙れ。俺